コーヒー大臣580。バケーションパッケージについてくる無料飲み放題チケットを使いまくってみようのコーナー。先日バケーションパッケージでディズニーリゾートに行ったのですが、付属の無料飲み放題チケットがかなり便利でした。それがこちら。このチケット、主にカウンターサービスのレストランで使えます。対象ドリンクはカップで提供されるソフトドリンク大体300円ほどなんですが、噂ではもう少しお値段の高いドリンクも飲めるらしいんです。ということで、滞在中に飲み放題チケットで飲んだドリンクをまとめてみました。ぜひご覧ください。おう、ミルキー。泡が膨らんできた。おいしい。ランドでは分け合っていろいろ忙しかったので、あまり飲めず、残念でした。無料チケットは普通のドリンクだけではなく、500円以上するようなものも飲めるので、キャストさんに聞いてみよう。いいんじゃない？あれれ？もう終わっちゃうの？チャンネル登録よろしくね。 SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。最後までご視聴いただきありがとうございました。大臣じゃんけん始まるよ。じゃんけん。ご主人様、明日はどこへ行きますか？